こんにちは。今日も元気に介護の勉強していきましょう。令和3年度デイサービスの介護保険介護報酬改定。1、デイサービスの改定案概要。2、それぞれの改定案をしっかり見ていきます。3、デイからお風呂がなくなる日。こちらについて超わかりやすく解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。ケイマルのヨシです。介護職の方や介護でお困りのご家族様、認知症を予防させたい方に向けてこのような介護の有益な情報を発信しています。チャンネル登録していただけると皆様の介護に役立ちますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。早速内容に入っていきましょう。1、デイサービスの改定概要。今回は令和2年11月16日介護給付費分科会の資料から見ていきます。11月16日の資料では ② から ⑦ に関する内容で、1、まだ基本報酬の議論はなく、こちらの資料からは読み取ることができませんでした。ということで11月16日時点の ② から ⑦ まで話し合われた内容について見ていきます。丸2、管理者の配置基準について。丸3、生活機能向上連携加算について。丸4、個別機能訓練加算について。丸5、地域との連携について。丸6、中山間地域等について。丸7、入浴加算について。2、それぞれの改定内容を具体的に見ていきましょう。今回の改定案は6つありました。1つ目、管理者の配置基準。こちらは教養型、認知症対応型、通所介護についての管理者の配置基準です。あまり聞き慣れないかもしれませんが、グループホームの設備を使って行う認知症対応型の通所介護のことです。こちらの管理者は支障のない範囲で管理者と他の職務の兼務、もしくは管理者と本体施設の職務、このどちらかだけ、こちらかだけが認められていましたが、支障がなければ3つ、管理者と他の職務と本体施設の職務、これを兼務することが可能になりそうです。より上手に工夫をして人員配置を行うことが可能になりそうですね。続いて2、生活機能向上連携加算について。生活機能向上連携加算はざっくり言うと、デイサービスと病院やリハビリ専門の訪問ステーションが連携をして利用者さんの計画を一緒に作ってリハビリを行っていくことです。できた当初に私が真っ先に思ったことは、はっきり言って無理です。だからこういう結果になってます。通所介護で算定率 1.2% と非常に低い算定率になっています。この加算を知らないのかなっていう事業所が多いから算定されていないのかなと思いきや、この加算をちゃんと把握してるっていう事業所が 78.8% もあった上で算定していないということになります。いかにこの加算を知りつつ算定していない事業所が多いか、要するに知っていても算定するメリットがないとか、もしくは算定するのが非常に大変だから算定をしていないっていうところが非常に多いということになります。実際に生活機能向上連携加算を取得しない理由について、1位、かかるコスト手間に比べて単位数が割に合わない 38.5%。 2位、加算の適用を必要とする利用者がいない 22.4%。 3位、連携先と3ヶ月に一度個別機能訓練計画の進捗状況等について評価等を行うことが難しい 19.5% という結果になりました。法人内でそういう連携先があればまだいいですが、そうでなければ外部の病院や訪問リハビリのステーションと連携をすることになります。もちろんタダで連携してくれるところが見つかれば、月に200単位、まあ約大雑把に約2000円、個別機能訓練加算を取っている事業所は月100単位、おおよそ1000円のプラスになるので、まだやる価値はありますが、連携先も連携のために時間と人員を割かなければいけないということを考えれば、まあ、ただで連携をしてくれるってことはないですよね。連携先にダメ元でお願いしてみようと言ってるかのようで、正直ね、ビジネス感覚を疑ってしまいます。で、これがどうなりそうかというと、訪問系は ICT を活用して算定 OK だから、通所系も ICT を活用して算定 OK だよとか、都道府県や保健所、市区町村のことですね、その方たちが連携の調整を支援するからっていうような、これまたなんとも本末転倒な方向になりそうです。調査結果を無視したこの改正案、問題はそこじゃないでしょうって思うのは私だけでしょうか。これを見て、よし、この加算を取得して利用者さんのために自立支援を目指そうと思った方がどれくらいいるんでしょうか。この加算を活用して自立支援を促そう
と思うのであれば、連携先にもメリットがあるような加算金額にしてもらうこと、こういうふうにしないといけないと思うんです。具体的には、相手の本業よりもプラスになるような報酬が払えれば、連携先の相手にとってもプラスになるので、じゃあやってみようかと思ってもらえると思うんです。なので ICT を活用するとか、市区町村とか都道府県が調整を支援してくれるっていうのはありがたいんですが、こちらの内容であれば算定率は正直変わらないのかなというふうに思ってしまいます。特定の項目ができるようになったら、利用前にできなかったことが利用後にできるようになった、そういう事業所に対して成功報酬、これを払うというのがやる気の出る政策ではないのかなというふうに心から思ってしまいます。当社は利用者さんを元気にすること、これが使命ですから、とても力を入れて自立支援ということに取り組んでいます。要介護度を下げて、元の介護がいらない状態になっていただくために日々頑張っています。ですが、通常の法人さんだと、通所系のサービスは介護度が重くなればなるほど介護の報酬が上がりますので、この仕組みが非常に良くないと思います。元気がなくなって、やれることが少なくなって、介護度が重くなる、こうした方が事業所としての売り上げが上がる。だったら経営者は自立支援なんかしなくていいし、どんどん利用者さんの状態が悪くなった方がいいって思ってしまう人も増えちゃいますよね。介護保険の目的と介護報酬の整合性、これが取れてないことが非常に問題だと思います。まあとはいえ、そんなこと言っても仕方がないので、当社は当社で自立支援をしっかりしつつ、しっかり利益も出す、そしてスタッフさんに還元する、そういう法人を目指しています。続いて3、個別機能訓練加算について。個別機能訓練加算も結論から言うと解約だと思われます。もうあの手この手で介護報酬を下げようっていう風に思っているとしか思えません。加算を取って状態が良くないっていう、このことについて厚労省は怒りをあらわにしているのかもしれませんが、成果を求めるなら成果報酬型にしないとという風に思います。具体的な改定案は、個別技能訓練加算1と2を統合する。単位数は未定ですが、私の予想だと、よくて現状の個別機能訓練加算2の56単位じゃないのかなというふうに思います。そして個別機能訓練加算のさらに上位加算を作るというふうに書かれています。もちろん未定なんですが、これ私の予想だと、個別機能訓練加算1と2合わせた102単位よりはおそらく少なくなるんじゃないのかなというふうに思っています。超簡単に要約すると、まあ、事実上統合と言われてますが、個別機能訓練加算の1は廃止で、機能面を取り入れた個別機能訓練加算の2が通常の個別機能訓練加算となって、さらに上位の個別機能訓練加算が創設されるものと思われます。個別機能訓練加算の1が、まあ、事実上廃止となることによって、個別機能訓練加算2と新たにできそうな上位加算のものについても、訓練をする人が機能訓練指導員のみの記載になっています。これがまた非常に困ったことになりそうです。この新しい改定に伴って、まあ、大義名分として書かれていたことが、小規模事業所でも、まあ、個別機能訓練加算が取れるようにっていうことで統合したっていうふうに書かれていますが、まあ実際で言うと、従来の個別機能訓練加算2であれば、小規模事業所も加算の算定が取れたわけです。問題となりそうなのが、どちらの個別機能訓練加算も訓練をする人が機能訓練指導員だけになっている点が準備が必要なところだと思われます。さらに、青線部分の上位区分については、運営基準上配置を求めている機能訓練指導員に加えて、専従で1名以上配置することとするという記載があります。要するに、従来呼気1と呼気2を取得していた事業所については、機能訓練指導員が2名以上配置があったっていうことなので、この条件は変えずに個別機能訓練加算の単価を事実上を下げたというふうに見ることができます。もうもちろん、この新しくできるものが上がってくれればいいんですけど、これまあ上がるってことは考えられないのかなっていうふうに思います。従来であれば、機能訓練指導員の管理下のもと、個別機能訓練加算1であれば、介護スタッフが機能訓練をしても OK でしたが、これが機能訓練するものは機能訓練指導員のみということになりそうです。おそらく多くのデイサービスでは、機能訓練指導員は個別機能訓練計画書を作りながら、
どうしても小集団でリハビリが見れないときは、介護スタッフもリハビリを行っているっていう状態だったと思います。この案だと、この方法ができなくなってしまいます。もともと個別機能訓練計画書、こちらは全職種で作るものというふうにされていますが、まあ実際には機能訓練指導員中心で書類を作っていたと思います。ですから、その書類作成にあたっても全職種で協力して、これ本当にやらないと機能訓練指導員さんの業務が大変なものになってしまいます。この変更点があるかもしれないという想定をして、個別機能訓練加算を算定されている事業所は業務を考えないといけないということになりそうです。ここでただプラスな点も一つだけありまして、機能訓練項目が柔軟になって、身体機能向上と生活機能向上のそれぞれから計画を作るんではなくて、両者を混ぜて柔軟に作成することができるっていうところはプラスだと思います。続いて4、地域との連携。これはサクッといきましょう。地域との連携、具体的には現在地域密着型通所介護では加えられているもの、これが通常規模型以上、つまり通常規模型と大規模1、大規模2でも地域連携をすることが加わりそうです。ということは、地域密着型通所介護で行われている運営推進会議が通常規模型以上でも導入されるかもしれませんね。地域密着型通所介護では6ヶ月に一度、半年に一度運営推進会議をしないといけないというルールがあります。何それ?と思われた方、そこまで大変と考えず、もし導入されれば今までなかった業務が加わることになりますが、プラスに考えて地域と連携していく必要がありそうですね。地域イベントに参加するでもいいと思いますし、利用者さんにとって社会的な役割があるっていうことが非常に良いことなので、積極的に考えていきたいですね。続いて5、中山間地域等について。中山間地域等におけるサービスの充実ということで、認知症対応型通所介護も中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を設けるということになりそうです。今までこれは知らなかったんですが、逆になんで今まで認知症対応型通所介護にはなかったのかということは疑問です。そして本日の山場6、入浴介助加算。デイからお風呂がなくなる日が来るかもしれないということで、今回は入浴加算について大きなメスが入りそうです。新しい入浴加算ができそうです。従来の入浴加算は単位が減りそうです。詳しく見ていきましょう。ドン!はい。これが新しい入浴加算のイメージ図です。1、医師と PTOT、または法リハ、通リハが訪問をして利用者さん宅の浴室環境を確認すること。2、自宅でも利用者さんが入浴できるように個別の入浴訓練計画書を作る。そしてその訓練通りに実行をする。3、順番上3にしましたが、2のこちらと同時にケアマネと福祉用具等で自宅の入浴環境を整える。自立支援に向けてめちゃくちゃ素晴らしいことだと思います。が、はい、お察しの通り、めちゃくちゃ大変そう。まず、医師、PT、OT、または法リハ、通リハが訪問をして利用者さん宅の入浴環境を確認すること。このことによって、事実上 PT、OT がいないデイサービスは算定不可能っていうことを意味しています。理由は、生活機能向上連携加算と同様に、この新しくできる入浴加算が何単位になるか分かりませんが、外部の方にお願いできるような単位数になるっていうのはちょっと考えにくいですね。これはあくまでも私のまた予想ですけれども、まあ良くて60単位とか、まあ悪いと今まで通りの50単位って形なんじゃないかなというふうに思います。で、既存のものは下がる見込みになってます。単位数を見直してはどうかってありますので、まあ上がるってことは考えにくいかなと思われます。ここは下がるっていうふうに見込んでおかないといけないというふうに思います。自宅で入れるようになるっていうのは本当に大切なことだと思います。要介護から卒業してもらうってことを思えば、自宅でお風呂に入れないと清潔の保持ができないので、これは必須だと思いますが、信じられないほどマタギの高い浴槽に利用者さんが入ることが本当に自立支援なんでしょうか。リハビリしたけれどもマタげるようにならない方なんであれば、ずっとシャワー浴のみっていうことになりますよね。もしくはそういう方は浴室の工事して改装しないといけないってことなんでしょうか。その費用は誰が出すのか。さらにそれをして改修をして本当に
当に入れるようになるんでしょうか。そういうふうに努力はしないといけないと思うんですが、本当に入れるようになるんでしょうか。そもそも認知症の方と認知症のない方で体の状態が悪い方、これを一緒くたに同じ入浴加算ということで同じにしていいんでしょうか。体は元気になったけど自分でできるまで戻らない認知症の方もいます。そういう方は従来の入浴加算ということになりますから、報酬だけが下がります。書類だけ自立支援でできるように計画書だけ作っておくというような悪い方向に進んでしまうのではないかと心配しています。もしくは報酬が減ると入浴介助にはどうしてもまだマンパワーが必要ですから、この加算単位では人件費が賄えない、だからうちの事業所はもう仕方がなく入浴をしないという決断をするデイさんが出てくるかもしれません。事実上 PTOT のいない小規模事業所さんはこの新しい入浴加算の算定を取ることが難しいですから、大規模事業所に馴染めなかった認知症の方が地域密着型通所介護にようやくたどり着いて慣れて状態も良くなってお風呂に入れるようになったのに、この入浴加算の変更がきっかけで入浴をやれない事業所になってしまった。自宅では独居または老老介護もしくは人人介護、どうやって清潔の保持をするんだよっていうようなケアマネさんとかご家族の方の悲鳴が聞こえてきそうです。まだ本決まりではないですが、まあ、決まってしまったものには従うしかないので、上手に工夫をして頑張っていきたいと思います。また、介護報酬改定の情報が出ましたら解説していきたいと思います。ということで、令和3年度介護報酬改定の11月16日時点の資料解説でした。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。皆さんいつもいいねコメントありがとうございます。これからも頑張って介護の有益な情報を発信しますので、応援とチャンネル登録何卒よろしくお願いします。本日も本当にありがとうございました。